はい、どうもパシーチャンネルでーす。はい、今日はね金曜日ということなので恒例のパーシートークの方をお届けしていこうかなと思うんですけど、何を話しましょうかね今日は。まあとりあえず、まあ、今週あった出来事からちょっとずつ話していきましょうか。まずはね、久しぶりに日曜日朝ね、あの YouTube のライブを生配信行いましてね、たくさん見に来てくれました、ありがとうございます。まあ、やっぱ楽しいねライブは。こう今もまあライブと同じようにこう画面に向かってこう話しかけてるわけなんですけども、やっぱりこうチャット形式ではあるんだけど、こう会話ができるっていうのは一個すげえ、やっぱ、うん、みんなと交流してんなって、コメントにこう打ち返すのとはまたちょっと違いますからね、うん、そこら辺のやっぱライブの良さっていうのはやっぱねありますけども、ちょっとやっぱ葵くんとかもうでかくなってきたんでね、なかなかこうおとなしく横にちょこんと座っててくれなくなって、俺もってみんなね大型ですから、うちの人たちはね、やっぱこう前と我がみたいな性格なのでですね、まあ、なかなか、まとまりの大 YouTube のライブ配信になってしまうんですけれども、まあ、またね、1週間後ぐらい、まあ、ガチャガチャが発売されたタイミングとかでもねライブで開封みたいな感じでやっていこうかなと思いますので、今度はちゃんとね予約して3日後やりますよとかね、そういう感じでちゃんとやってみようかな。いつもゲリラ的に勝手に始めますんで、日曜日の朝とかね、うん、まあちょっとそんな感じで、それから今週はパーシーストーリーの方で、ね、まずトーマスとビルとベンのお話をアップしたり、まあそれについてのコメントのね動画をアップしたり、久しぶりに昨日なんか木曜日ガチャやりましたけれどもね、まあほんとひどいもんだよ、あの 2D トーマスはもうびっくり顔のカナダで何個出た、あれほんと入れすぎじゃないねえ、多分レールなんかよりもよっぽど入ってるよ、びっくりが、こっちがびっくりするっていうの。それで大転写だよ、結局ね、なんだかんだ何個やった、あれもう30回ぐらいやってんじゃないかな。転写台は出ずということで、まあ昨日はね、まあ、喜び顔のパーシーが当たったんで、まあ一応の喜び顔のこれでだからトーマス、パーシー、カナ、びっくりトーマス、パーシー、カナゲットということで、まあこれでね打ち止めって感じでしょう。はい、来週はついにトーマスのあの公式のねサイトにもダーシー登場編のあのラインナップちゃんと正式に載ってましたんでね、うん、ダーシーとモンティ、マックス、そしてベル狙いですかね、まあ、そこら辺を狙って、やってみたいと思っております。そしてねちょっと面白いものを手に入れたんで、これは後日ね、あの今ほらトーマスの大図鑑をねボリューム1からなんだかんだ6ぐらいまで7ぐらいまでかけてこう区切ってね勉強がてらこう紹介していってますが、さらに面白いものを手に入れちゃいました。何でしょう、ちょっと触りだけね、20年前の品でございます。こちらなんだ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 ってってでー、機関車トーマス86モードテレビパソコンという、なんとも昔々のね、まあパソコンの形をして、まあ、テレビにつないで遊べるって、後ろに乗ってるこの画質もろそのワクワクトーマスとかそこら辺の感じのね、超昔がながらのファミコンとかスーパーファミコンぐらいの画質のね画質なんですが、テレビにつないでですね、まあ、ゲームができたりお勉強ができたりタイピング、パソコンのねキーボードのタイピングの練習ができたり、まあ、キャラクターの図鑑だったり絵本だったりお話ゲームめちゃくちゃあるんですよ本当に。これをだから次ね、あの図鑑のご紹介が終わったらこれをちょっと何個かに分けて、このテレビでパソコンのゲームこちらをちょっとずつご紹介していったら面白いんじゃないかなと思ってね、これ結構レアなんじゃないね。え、まあいろんなゲームがあるね。面白いのがこのパソコンはパソコンなんですけどマウスがトーマスなの汽笛と煙突がクリックできるようになってて、ね、面白いね。カバーを外せばマウスパッドに、まあこちらのね、ご紹介動画は、近日、まああれだね、図鑑の方を紹介し終わってからでしょうかな、うん、ちょっとこれは皆さん楽しみにしててくださいね。はい、ということでですね、今日のパーシートークは、ちなみにこれは、ね、ご存知の皆さんトーマスランドですね、葵くんが4歳の時に、カエナちゃんがだから0歳だね、抱っこしながら行ってきたんですが、まあ、最近ねカエナちゃんもこれ見るようになってきて、ちょっとここ行きたい行きたいと、ご飯なんかもこれもらってきてプレートで食べるようになってきて、うん、行きたがってるんで、もしかしたら今年はトーマスランド一発ね行くかもわからないですね、うん、ちょっとお金かかって遠いんだけどね、まあもうでもカエナちゃんも韓国飛行機で2時間ねゆっくり座っていることもできるので、まあ
特急カイジに乗って、まあ、2時間ぐらいかけてね行くのも多分大丈夫でしょう。うん、ということで、トーマスランドで皆さんオフ会でもやりましょうか、ね、どっかで会ってみたいね本当。ということですね、とりあえず今週は明日、機関車ヒロさんからのリクエストストーリーパーシー、ヒロとカナのお話をアップ、まあ、多分できると思いますので、まあ、そちらの方ご期待ください。そして、まあ、日曜日大図鑑終わりにしようかな、うん、日曜日ライブにするかどうしようかな、大図鑑のご紹介ライブで大図鑑おさらいしようか最後、それでもいいね。日曜日じゃあ、あでもダメだ、日曜日仕事なんだ、うわ最悪、今週仕事なんだね、がーん。まあじゃあ図鑑をとにかく終わりにして、こちらのねテレビパソコンの方を早々とこうご紹介したいので、こちらの方やっていきたいと思います。はい、ということで今日のパーシートークは今週1週間のおさらいと、これからご紹介してあげます、これからねご紹介予定のテレビでパソコンのちょっとした触りご紹介とですね、はい、そこら辺の、まあ、簡単なトークでした。ということで皆さん楽しい週末をお過ごしください。それではまたご覧ください。バイバイよー。